ガウさん、アランさん、イージさん、タカヒロさん、マメノメさん、タケさん、ヨッタさん、サチコデラックスさん、サトシオンさん、トモジさん、アノノさん、ソウイチさん、ミワさん、ミッチさん、マスルさん、バンフィーさん、シカオさん、ポコさん、こんばんは。そう、ラジオじゃない今日。バンフィーさん、ラブレターありがとうございます。ヤッホー、バラもありがとうございます。そう、今日はラジオじゃないよ。お鼻がかゆいね。うん、テチテチさん、カイトさん、こんばんは。イエーイ、部長さん、こんばんは。髪めっちゃ綺麗、嬉しい。何も食べないよ今日は。カイトさん、流れ星とハートありがとうございます。25日の質問少しだけなら OK。 ものによります。答えられるものだったら答える。うなさん、こんばんは。肌透き通ってる。イエーイ。ビンチラさん、こんばんは。メイク落とすと加入当初の面影ある。え、マジ？でもさ、なかったら怖いよね、逆にね。ともおじさん、ハートありがとうございます。そう、うとうさん、こんばんは。うわ、ピッカラいいな。投資のチケットなんですけど、それの方が一般チケットより入場先とかある。あー、どうなんだろう。でもさすがにありそうじゃない。ピコットキャットやみこさん、こんばんは。さすがにありそうじゃない。あんまよく分かってないっていう。それも詳細と一緒に発表なのかな。あの、もっと詳細、あの販売 URL とかさ、販売期間とかさ。伊賀野島さん、こんばんは。リコちゃん、こんばんは。南国さん、こんばんは。そう、まだね、 URL とかはね、わからないってか、あれなので、いずれわかれば、うんうんうん、多分あのどこかでは発表があると思います、あの販売前に。ファンタンさん、こんばんは。うんうん、そう、25日ね、楽しみ。ファンタンさん、ハートありがとうございます。うん、まつげも上がって最高ですね。ゆめたんが写真でメンバーってやつだけど、まあまあ、無理かな。諦め、無理かな。投資券って結構な争奪戦。あのね、投資券もそうだし、チケットがね、まずね、結構争奪戦なの。すごいの、あちらのファンの方がすごいからね、多いから、まあまあファンは頑張ってって感じ、マジで。テラさん、こんばんは。そんな感じだよね、だったよね、こないだね。そう、でも前回本当に私のファンの方頑張ってくれたんだなって思った。まあちゃんの力で確保して。もっちさん、こんばんは。あっ、あっ、あ、髪の毛乾かしながら見てますって、はるかちゃんだ。まあ、お風呂上がった。かずーさん、こんばんは。
ヤンマも中国のファン多い。いや多くないと思う。多くないとかいるのかな、わかんない。発売が厳しかったらいけないかも。うわやだね、来てね。コキンさんこんばんは、だるまありがとうございます。無理すぎる。いや来て来て、大丈夫大丈夫、絶対大丈夫。コキンさんハートありがとうございます。この前のパターンの追加販売ね、あったらいいよね。確かに、はるかちゃんいらお疲れ様ね。ちょっとそう、0時とかだったら大丈夫。あ、ほんとごめんね、遅くて。いつもみんなもコキンさんハートありがとうございます。イージスさんだるまありがとうございます。え、はるかちゃんさ、あのさ、まつげ美容液買ってた、ラッシュアディクト、あれめっちゃ欲しいけどさ、なんか手出ないんだよね、あれ。きみどらさんこんばんは。そう、私パウダー使ってるじゃないですか、あのエレガンスのユキチパウダー。そう、あれはユキチ美容液って呼んでる私。あ、まだ病院なので休みって、お休み、お大事に。そう、あれでもめっちゃいいらしいね、やっぱ。そう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 、投資のね販売今回初なんだよね。今までは普通に 1,2,3 部とかで、で、あの全部のチケット持ってる人が最後に私物サインとかで、最後ってか各々のタイミングで私物サインとかできたんだけど。やけるさんこんばんは、まだ仕事、お疲れ様。そう、ねね、関係ない先生だけど来週のプレイボーイに、え、なんかさ、水着グラビアみたいなやつ、なんかさっき流れてきたよ。まだ遊びそう、お風呂上がりね。え、可愛かった。見た見た。ピッカル100円特売したけど1個しか買わなくても、3つくらい買っちゃうな、まあその値段だったら。マー君、ハクロウさんこんばんは。ハクロウさんハートありがとうございます。ありがとうございます。博士愛太郎さんこんばんは。まーちゃんにサインもらったバッグで劇場行ったら弟も増えた。ガチガチ、なんか言われた、嬉しい。むっちゃんこんばんは。そう、今日湯船に浸かったからポカポカです、私。イエーイ。博士愛太郎さんハートありがとうございます。眠たいです、マジで本当に眠い。今日早起きした。わーちゃんのために開けといたから絶対確保しろ自分。いやできる、大丈夫、念送っとく。めぐみのさんこんばんは。高弘さん流れ星ありがとうございます。知らない人にそれまーちゃんのサインですかって聞かれて X 総フォローした。そうなの、嬉しいね。うわ、焼き鳥食べたい、いいな。
むっちゃん流れ星ありがとうございます。市田さんこんばんは。まあまあ授業期間でチャイでスーパー行ったらこうやってこうだから言ったやん言うてますやん危ないって。買った順の正番入場ってこと。うん、前まではそうだったけど、なんかその今回投資のやつが売ってるから、なんかそれの方が一般販売のやつよりも早く入れるのかなっていう質問だったんだと思う、さっきの。だからどっかのタイミングでそれも公開できたらいいよねっていう話。メルさんこんばんは。前回ウェブで使ったのいつか覚えてない。ワンもでも全然あれだもん、なんだっけ、全然普段は使わない、シャワーばっかり、こっちあったかいし。シンクレアさんこんばんは。いいよね、買った順ってさ分かりやすいじゃん。だって1番だったら1番じゃんね。なんかさあれじゃない、チケット買うためにやつが並んでもって感じ。ああれってこと、ネット諦めてるってこと。もでもさこう入るまで分かんないとか嫌じゃない、コンサート方式みたいな。フレッシュミオリンさんこんばんはね。そんなキャパじゃないからあれだけどさ、あれドキドキするでしょ絶対ね。え、どこにさなるかわからない系のやつ、なんかゴミとか拾いたくならん特寸どこうかなみたいな安易すぎけど恥ずかしいから後ろがいい。いやどこにいても見つけるから大丈夫、安心して。そんなのもうどこでも見つけるからね、安心してくださいですよ。あー整理番号で席決まってる時と入った順の自由席の時あるね、どっちだろうね。ケンさんこんばんは。白いアルパカさんこんばんは。天才的などこにいても見つけるから。慎太郎さんこんばんは。そうだよ、どうだろうね、入るときにさ QR コードとかかざしてさランダムで席とかだったらおもろくない、急にあ今回そういう感じなんだドキドキじゃない、みんなゴミ拾ってきな。そうなったら、もしそうだったらゴミ拾って、ね、とかお年寄りとか助けて困ってそうなお年寄りとか助けて。未来さんこんばんは。ちょっと一服してもどうぞ、全然どうぞ、そんなのはね、みんなちゃんとあれしてきてね、なんか迷子の子とか助けてねいないのよそんなそんないない、電車で席とか譲ってね。なんかさそういうさ席に関することってなんか席なんて言えばいいの、席に関する願掛けみたいなのって席関連で徳を積むといいらしいよ。だから例えば電車で席譲るとか、まあ席関連って言ってもさもうそれぐらいしかないけどね、電車とかバスとか公共の交通機関で席譲るとかしかないけど、でもそうらしいよ、なんか聞いたことある。マッツンさんこんばんは。今夜のママも可愛い、ありがとう、ありがとうございます。前回ドリンクはペットボトルだったのがちょっと意外。確かに、でもさペットボトルの方が楽じゃない違うんだよな、そのコンコンの先じゃないんだよ。あ、いいじゃん、ご利益ありそうな待ち受け大丈夫だよ QR コードじゃないから安心して。え、すごい、3月の時のイベント会場近くの神社にお参り してたら日本の地域だと、すごい公共交通機関使わないし自分の座席掃除しよういいと思う。現役の時巫女さんの写真あったんじゃない、なんか来た気がするぞ、あったと思います。なんか今日化粧水2回も塗ってしまいました、どうしたのでも乾燥すごいからね最近ね。いやでもねカッサカサになる、私も乾燥肌だから
ガサガサになる。渋谷に神社ある？あるんじゃない？多分。出勤時ほぼ 100% 座れないから譲る。確かに。あ、福袋の写真か。あ、すごいね、みんなよく覚えてるね。明治神宮行ってから渋谷行けばいい。あー、確かに。まあ、ギリ歩ける。いやでもなあっち側じゃないからな、ハチ公の方だったらいいけどね、裏側だからな、ちょっと離れてるかもね、もしかしたら。ちびぞうさんこんばんは。けどゴミたくさん落ちてますって言ってるんだけど、キャンディアップルの前が全然。ああ、あるかも。なんかハス向かいみたいなとこいないっけ。あれ違ったっけ。忘れちゃいました。みんなでクリーン活動しようじゃん。ああドア側の方に乗ってる。ねえねえ、すっごい全然関係ない話していい？全然今までの話と話変わるんだけどさ、まあ昨日部が終わった間の待ち時間暇そうだなとか、そんなことばっかり考えた。でも確かにそうなんだよね。そう、でもその点渋谷とかはいいかもね。新潟とかだとさ、時間潰すとこないけどさ、とか距離が遠いとか。だけど東京とかだったらさ、まあ、ちょっとカフェ入るとかね、できるからね。ともちゃん、あ、そういうことか。そういうことか。神社の話か。もう持ってこいじゃんね。じゃあゴミたくさん落ちてるってよ。シグさんこんばんは。ごめん話を下げ、あ、全然全然大丈夫よ。シグさんだるまありがとうございます。そう、ちょっとさ、全然関係ないんだけど、あのさ、昨日夜ゴミをさ置いてこようと思って、外にいつでも捨てられるところがあるんだけど、ついてるんだけど、そこにゴミを捨ててこようと思って、玄関のさドアを開けたのよ。そしたらさ、なんか置き配みたいなのが私の家のさドアの前にさ転がってて、だから多分そのドアに立てかけてあったんだけど、マウがドアを開けたことによってそれがこうパタンってさ倒れたのよ、反対側に。ともじさんハートありがとうございます。で、あ、なんか来てると思って荷物とりあえず入れて中に、でゴミ捨てて戻って、で荷物持って部屋に入ってきたわけで、とりあえず手洗って、なんかこんなん頼んだっけなと思いながら、何にも確認しないで開けたのよ。そしたらもう絶対自分じゃないみたいな、頼んだのがね絶対自分じゃないみたいな中身で、へっと思って名前見たら全然違う人の名前で、部屋番号がさ似てるお部屋の荷物だったのよ。私さ、こんなの頼んだもんだからさ、まあ届かないってなんていうの、届くのがありえない状況ではなかったの。だけどそれにしちゃまあちっちゃいなと思いつつ、でもさ、あれいつもねお世話になってるスタイリクションさんから何か届くこともまあ稀にあるから、あ、そういう系かなと思って何にも確認しないでパーンとか言って開けちゃったのよ。で、そう、普通に配達員の方が多分見間違えて置き場所を間違ってたんだけど、私も私で何にも確認しないで開けちゃったから、ふうこさんこんばんは。いや気まずと思って、でもさ言わないで持っとくわけにいかないしさ、でも開いた状態で無言でさ部屋の前に置いとくわけにもいかないじゃん。どうしようと思って、とりあえずその開けてしまったところを
まああの中身はとりあえず触ってないよもちろん。だけど開けちゃったところをテープで止めてもう一回で、さっき行ってきたのでさ、名前確認したらもう明らか男性なのよ。ひろしんさんこんばんは。うわどうしようと思って、だけどいやでも荷物、まあ、届かないと困るだろうしと思って行ってきたのさっき。であのピンポン押してさ、 で出てきてくれるじゃん。ですいませんって言って、あのこれ家の前、私の家の前に置いてあって、あの何にも確認せずにちょっと開けちゃったんですけどみたいな、中身には触れてないんですけどとか言って、一応テープで止めてあるのですいませんって言って申し訳ないですって言ったら、まあ若めの男性の方で、なんか全然あいやむしろすいませんみたいな感じで言ってくれたからよかったんだけど、めっちゃ怖い人出てきたらどうしようってすごい思ってたけど大丈夫だった。怖かった。でもちゃんとなんか確認して開けようってなりましたね、荷物。マジでびっくりした。そうすごいなんか優しそうな人だった、よかったと思って。そうてかなんかさ、何時に行こうかめっちゃ迷って、なんかさあの早すぎたらいないかもしれないし、遅すぎたら寝てるかもしれないし、どうしようと思って。だけどあのなんかあれだった、なんだっけ、あのその配送時間みたいなのがさ書いてあるじゃん、あの希望配達時間みたいな、それの時間ぐらいに、それの時間の早めの時間に行った。そしたら家にいるのかなと思って。そうそうそう、昨日は不在、いやまあもう昨日夜遅くに気づいて、でもうこれからピンポンっていう感じだったから、時間がね、そうだから今日でいいやと思って一日持ってた。そうそうそう、まあまあじゃんってならないよ。そういい方でよかったです。イッサさんハートありがとうございます。イケメンでそんな見てないよ、ジロジロ顔。マーがいつも期待してるひょんな出会いにはならなかった。確かに それどころじゃなかったもん。私もあたじえさんこんばんは。だるまありがとうございます。としどりさんこんばんは。そう同じ階の人だった。ななしさんこんばんは。めちゃくちゃ怒鳴ってくる人もいるか。あーまあでもね、そんなのさ、人ん家の荷物勝手に漁ってね、開けたわけじゃないからね、そんな怒られてもって話だけどね。まあでもよかったよ、何もなくて。としのりさん、流れ星ありがとうございます。そうそう、そんなこともあるんだなと思ってね。確かにね、数字の並びがね似てたのよ、すごい。名字の上一文字が椅子の人の荷物が来たことあったら気はしないちゃんと確認するべき。確かにねえ、めっちゃおもろい。あ、配達会社に連絡して、あー確かに、確かにさ、気まずいのじゃなくてよかったね、おもろ。うちのパート複数の棟があるか、別棟の同じ部屋番号。あーなるほどね、そういうことか。そういうのもね困るよね。グフさんこんばんは。いやマウに気まずいの送ることないだろてかうちに直接届けることないでしょそうそうそう、びっくりしちゃった。確かにね、それ返すのもさ、気まずいよね南国さんホットチョコレートありがとうございます。確かにね、自分のもどっか行っちゃってる可能性あるもんね。
グフさんハートありがとうございます。いや怖い怖い、大変だ、面白い、そうびっくりしたって話。あ、業者に電話が一番いいね、マジで思う。でもさ、開け、まあそっか、怖いです、マジで急にびっくりしただろうね。ともちゃんハートありがとうございます。置き配いろいろトラブル起きそうね。なんかね、ずっと家開けてる時とかはね便利だけどね、なかなか。なかなかですよね。荷物来ないなってその人思わなかったんか、多分思ったんじゃない、全然来ないわってなってたんじゃない、で自転車写真が明らか開けたんだろうなっていう状態でポストされたこと、やば、誰が開けたんだろうね。お総で謎の財布みたいなの来た時に連絡したら処分してもらっていいって言われて、逆にそれは嫌だね。そんなことあるんだ。グフさんハートありがとうございます。自分は出前館とかでも置きは絶対じゃない、あーね、ウーバーとかそっち系ね。なんかなんだ、うちの場合はさ来たの分かるからさ、置き配でいいなら置き配にしちゃうけどな。なんかそんな時間空けて取りに行くような時にウーバーとかしないからさ、ただ対面したくないっていうだけで置き配にしてたりとかするから、そうそうそうしちゃう時はあるけど、あーご配送先の方同じ部屋番なら仕方ないんだっけ。まあね、だから今回のまあみたいなことだよね。 NGT の CD 箱届いたらどうする。いや、いらないんでいらないんで業者に連絡しますね。この理由がない限りお気配信しない、でもそれが一番いいんじゃない、やっぱその利用しないのが一番いいと思う。まあ確かにね、そうなんだよ、そうそうそう、ちゃんと確認して配送業者さんっていう感じではある、正直。でも私みたいな人がいたんだね。アビューさんこんばんは。てかさ、でもさ、そんなさ自信満々に自分の家の前に置いてあったらさ、確認しなくない、わざわざ。あー、地面に置かれるのがやだ、確かに、ね、根本的にね、そういうのがちょっとやだよっていう人もいるしね。そう、ちょっと今後はちゃんと確認します、普通に。ちょ、学びになりました。くじじいさんこんばんは。今とやっと OKOK になったけど、佐賀は対応してくれない。あー、わかる、置き配ね、無理だよね。お刺身さんこんばんは。あー、追跡できない荷物が、確かにそうだよね。これに関してはね、どっち派の人もいるからね。置き配の方がいいっていう人もいるし、置き配はしないかなっていう人もいるしね。まあ好みによるけどね、なかなか難しい問題だよね。ママの家に置き配されたいってどういうこと。
うちの前に、怖すぎでしょ、うちの前にいるってこと一回 U ターンするかも郵便局の再配達、私はどうしても受け取れないときは旦那を引っ越す。ああ、それもいい。いや、業者ってか警察に電話するんだけどでも警察に電話しなくても大丈夫だな人によるガチ知らない人だったら警察に電話するけど、あ、段ボール想定、もう生身想定だったわ、こっちは家の前に突っ立ってるってことかと思った桶屋が盗まれる事件、確かに。ラグジュアリーな客席さん、こんばんは。うん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 、今ね、コンビニとかでも受け取れるからね、楽だよね。なんかさ、自分で受け取りに行くスタイルが一番いいよね。まあ、あの、なんていうの、楽は楽じゃん、時間気にしなくていいから。高弘さん、流れ星ありがとうございます。でもさ、そんな重いものとかだとね、無理だよね面白いな。しかもさ、私みたいにさ、車持ってない人はさ、大きいのさ無理だよね。ああ、スーパーの前とかにボックスあるから助かる、結構いるし。ああいうのいいんだね、使ったことないけど。コンビニの店員さんに顔バレしてて荷物持っていただけでも持ってけないいいの、気が利く店員さん。駅とかにある宅配ボックスを指定して いっぱいで無理でした、明日再チャレンジみたいな連絡なんでさ、ポップなの。いや、言い方の問題だと思うけど、ウケるんだけど明日はいけるかなみたいなちょっとポップな再配達連絡やだヤケルさんが盗まれたら何の話やねん、何の話昔テレビ番組でお笑い芸人がガチで段ボールの中に入って配達される企画があって、すごい大胆ねえ、最初から開いてんのやだそれな、苦笑いってかもう心臓止まるよな、ガチで漫画みたいな、びっくり。いや、ケルさんが盗まれるってどういうこと、パワーワードすぎるんだけど、字がなさすぎんされるがままなのおもろくない多分動こうと思えば動けんのに何おとなしく盗まれてんの神ロミさん、こんばんは。おむつまで入ったやつ、すごっ。遠いこぼしたけど何で拭けばいい、新聞紙とか。これは私じゃなくて大人に聞いた方がいいぞ、私も大人だけど、こんな未熟なあれに聞かないでさ、みんなに聞いた方がいい。新聞とかだと燃える。でもタオルとかだとあれじゃない、匂いやばくない。段ボールの中めっちゃ厳重に梱包されてた全然生身とかじゃないんだけど丁寧な梱包ありがとうございますのパターンじゃんそれ
お、むっちゃん親衛隊153人目ありがとうございます。確かに自分で梱包できないから第三者がやってるね。何この話、このやけるさんが盗まれるとか配送がとかどうでもいいんですか。何なのこの中身のない話広げる感じ。おもろ。やめて、みんなそのなんかセンス光らせてくんのやめてくれる。え、ほらね、しかもすごい発端、ことの発端がほらすごい急に話戻したよ。ほら新聞で正解だって急にドヤ。確かに誤配送の話から笑いで、え、ほらほら、え、すごくない、私なんかママからそんなのでそんな話聞いたことある気がする。だってこの大変わけもね。いや嬉しい、そんなに笑ってくれて。小麦粉膜だって、突然さ、突然話戻して、やったね、みんなで解決していこう。そろそろ本気で、いやそれは困るな、それは困るな、さすがに。そろそろ黒猫山配送されてくる。生活の知恵みたいな動画で油こぼしたら小麦粉でってやってたけど、もったいなくね。まあ確かにそれはもったいない。うん、確かに豆って意外と乾かないよね。お刺身さんお疲れ、ありがとうございます。ね、どのぐらいこぼした、ティッシュでも、うん、そう、とりあえず吸わせて何かにね、なんかに吸わせないと。きっとなんか寒いな急に寒いな、眠たい赤ちゃん、急に赤ちゃんみたいになっちゃった。ああ眠いな。しかもさ、何、いやもううるさいねえ、やけるさん視聴者にうるさいとか言ったの初めてなんだけど、本当にもう暴走、暴走しないで、暴れないで、ルームで。本当疲れてんだよ絶対。え、ってか仕事終わったっけ、あれさっきし、あれ仕事、仕事みたいな、まだ仕事してんの、お疲れ様とか言ったよね。まあ、え、それ昨日だっけ、あれ記憶が曖昧なんですが、え、どうなってるっけ、なんだっけ、どこどこアバター黄色いからすぐわかる。
あれどうなったんだっけ。まだ仕事してたわ。ほらエポックさんこんばんは。眠気の唐突さが赤ちゃん。えね、すごい眠いことに気がついちゃった今。うん、眠い。しかもさ、眠いのにさ、洗い物してないんだまだ。ああやだ。もう本当嫌。あと10分でね、いやいやいやもうさ、走れ走れ。走れ走れ走るんだ。出てもう。早めに私の配信なんていいから。いやわかんない、私の配信とかじゃなくて普通に。いや梱包してるってかされてる場合じゃないから。いきなり気づく眠気ってある。うん、なんか眠いなって思ってるけど喋ってて忘れてて、なんか突然ふっと、あそういえば眠いんじゃないっけ自分ってなって、ってなるみたいな。ダルチンさんこんばんは。わかる？わからんよね。わからんよね。本当に眠たいです。わ、また鬼滅の話。わかんない鬼滅。何鬼って。なんかあのキャラクターの名前は分かんないけど、なんかでも一応鬼にもなんかちょっと切ない過去があるんでしょ。なんか鬼滅にハマった友達が言ってた。なんか攻撃してくるけど、なんかそうなった理由みたいなのがちょっと切ないんでしょ。スッチーさんこんばんは。2回の笑いで眠気のあんまり良くないね今日月曜なのにね。まだ突然押し寄せるね。そうそれそれ感動するんだ。いや私は全然わかんないけど、見てないけど、でもなんか それは聞いた。あそうなんだって。社畜で疲れた鬼な。社畜鬼だ。なんかさ、もうすぐ節分、もうすぐでもないけど、まあもうちょっと節分、あもうちょっと節分って何。出が抜けた。もうちょっとで節分。風呂で太陽上がって冷める温度差で眠く。あそういうことか。じゃあ今ちょうどいいんだ。うん、そうあのさ、そう節分のさ時期になるとさ、まあ毎年思い出すんだけどさ、幼稚園の時とか、自分がね幼稚園通ってる時とかにさ、節分の時期になるとさ、なんか新聞とかさ丸めてさ豆作ってさ、でさおあの鬼退治とかやるんだよ。サザさんこんばんは。まあの地元も大事じゃなくて落花生ない。え、うん、ダイソー投げるっていうの知らなかった。全部落花生だった。でさ、なんか節分の日とかに幼稚園あったらさ、お菓子とかさ投げてくれたりとかするの。なんか本当の豆だとちっちゃいし、まあ当たったら痛いじゃん。だから新聞を丸めて豆に見立ててこうやって投げたりとかすんの。でね、してたの。マウが行ってた幼稚園は。でやっててさ、それでなんかその豆まきがある前に、なんかその自分が退治したい鬼みたいなのをなんか書いたりするの。なんか鬼のお面とか作ってさ、でなんかあのだから例えば今のマーだったら早く起きられない鬼とか、でも子供だったら好き嫌いとかあるじゃん。だから人参食べられない鬼とか、なんでもいいんだよ、なんでもいいんだけど、なんかそういうのを、そう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 、やっつけたい鬼をなんか描いたりとかして、そう。スカワさんこんばんは。野外大勝利配信お疲れ様、ありがとうございます。
いや違う違う、子供だったら何かなって、子供だったらどんなのがあるかなっていう、そうなんかそういうのねやったのをすごいずっと覚えてて、そうそれを毎年思い出す。何しないならもうさ、ガチでやっつけたい人じゃん。鬼とかじゃなくて、こちらが鬼になりそうですが、今何なら毎年酒抜けられちゃう。だからこっちが鬼になりなっちゃうよね。そんな、そうそうそうとかさ、なんかまあまあ何でもいいんだけど。そんな感じでねやってたのよ。だからそれ思い出す、節分の時期になると。何の鬼退治したんだろう、覚えてない。片付けられない鬼とかかな。私部屋ずっと汚かったからさ、あのちっちゃい時、そうだからそういうの書いてたのかな、わかんないわ。あとこの会社幽霊出るから遅くない？もう早く帰りな、気をつけて帰って。なんだっけ、なんか落ちたの忘れちゃった今。うん、あ、ごめんなさい。家ではおばあちゃん近くに住んでる方のおばあちゃんちと実家の豆まきをするんですけど、してたんですけど、そこでは実家は豆しかまかないで、豆の中に番号を書いてある豆を混ぜて、で事前にお菓子をたくさん買ってきて、で番号をランダムに振っとくので、その番号が書いてある豆を拾った人がその番号をもらえ、番号のお菓子をもらえるのよ。それが今ではすっかり成長して、お片付けの片付けと掃除の鬼だよね今。そうとかやってました。参加者は誰がいた、普通にパパとママと、まあそうで、おばあちゃん家とかだと落花生と、あとなんかちっちゃいチョコみたいな、ほんともうこれくらいのチョコとかを一緒に混ぜて巻いて、で豆に100とか1000とか書いてある、それでお小遣いがもらえるっていう、拾った人がお小遣いがもらえるっていうのをやってました。おばあちゃん家はおばあちゃんとマウとママしかいないの。そう、たれやきさんこんばんは。そう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 、うちの行事楽しそうでしょ。そう結構ね、何かにつけてお菓子をねもらえるんですけど、ママがそれを拾うようにしててくれた、うんか、でも拾えなかったらおばあちゃんが別でお金くれたりとか500万これ書いてない、最大1000円じゃない、1000円が3つとかあったかも、で3000円とかだったかも。そうそうそう、ハロウィンとかも割とそんな感じ。ハロウィンはお菓子を買ってくじ引き方式だったんですけど、ハロウィンはね実家でしかやらない。そうだけど、お菓子を買って駄菓子からなんかファミリー向けの袋菓子からみたいな感じでいろいろ買ってきて、でそれは均等に行くようになってる。だから例えば3人家族だからうちは12個買って1人4個とか、だけどその4個は大きいの4個が来るかもしれないし、ちっちゃいの4個かもしれないし、22でバランスいいかもしれないしみたいな感じで、もう本当にどれが来るかわからないんだけど12個とか買ってきて、でそれに番号振ってさ、で一周ずつこうやって
弾いてくの一個ずつこうやってでパッてさ一気に開いてさ、で当たったやつをあこれこれこれって取るんだけど、パパがだいたい安いちっちゃいお菓子なんだよね全然仕組まれてないんだよ。だってしかもうちらが先に一気に引いてパパが残り物とかじゃなくて、ちゃんと一人一回ずつこう回ってるんだよ。だから合計4枚引くとしても一気に4枚引けるわけじゃないから、別に誰でも大きいのを引ける可能性があるにもかかわらずかかわらず、例えばさあのコアラのマーチ あのファミリーパックとか、キットカットのさこう大きい袋とかさいろいろあるんだよ。とかあとうまい棒とかさ、もうほんと駄菓子系なんかそういうのとかいろいろあるのに、なんかパパだけなんかいつもちまみたいなでうちらだけボン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 大きいお菓子があってみたいな。そう、なんなのって思ってるよね。そうだからさすがにかわいそうだし、なんか自分なんかみんなが好きそうなのを買ってるから、別に自分がそこまで好きじゃないみたいなやつもあんの。パパがこれ好きそうだなみたいなやつも買ってるから、なんかそういうのと自分が好きな駄菓子を交換したりとか、その後のトレード制度はありなの、交渉が成立したらありなんだけどパパねお菓子めっちゃ好きなんだよね。甘党、すごい甘党。そう、これから1万円札より大きい試合ができる。そしたら財布でかくなるってこと、そこみたいなめっちゃやだね。幼少期にハロウィーンイベントやってた。うん、やってた。なんかもっとちっちゃい時、それはね今でもあのその時期に実家にいたらやるんだけど、豆まきとかあとハロウィンとかはやるんだけど、でももっとちっちゃい時、幼稚園の時とかは飾り付けまでしてた。てかママがやってた。ハロウィンとかクリスマスとかすっごい可愛く飾り付けしてあって、まあ、そんなめっちゃでかい家とかじゃないからさ、そんななんかねすごい豪華なやつじゃないけど、なんかでもそれなりに飾り付けとかしてあったよ。あ、確かに電力豆買うと鬼のお面ついてくる。あの節分の時期になるとねついてるよね。あのこうやって袋のところにこうやってさゴムとかで留めてある。甘納豆、甘納豆食べないな。会社離脱、あ、お疲れ。え、自転車乗れた？大丈夫？いや本当にね素敵な両親だなと思いますね。自慢です。そう、だから私がさここまでパパママ大好きなのってきっとそういうことだよね。大事に育てていただいてありがたい限りね。イベント詳細ありがとうございます。いや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 、こちらこそ。そうそう、まだあの販売期間とか出てないんですけど、また追ってお知らせしますね。まだ歩いてるんだけどちゃんとあれこれ消したか不安になる。あー分かる。なんかあの家出てさ鍵閉めたっけ、エアコン消したっけみたいなね、コンセント抜いたっけみたいなやつね。あーパパチョコとか好きかも。うん、甘いの大好き。チョコとか炭酸とかめっちゃ好き。あーひな祭りとかはシンプルにお菓子がいっぱい載ってましたね。なんかでもそれもくじ引きで決めてたかも。シンプルにお菓子いっぱい載せといて、でそれをあのひな祭りの期間終わったらあの番号を振ってくじ作ってみたいな感じだったかもしれない。ああ、そうなんだね。お父さんとほとんど喋んなかったから。そっかそっか。親への愛って親が幼少期に子供にどれだけ向き合ってたか。うーん、まあね、そうだね、それは大きいかもしれないよね。そう、まあ私はね一人っ子だったっていうのもあるしね。そうなんです。あと10分くらいしたらやめようかな。
信終わったら寝る。明日朝8時半明日の朝は8時半から配信始めたい。絶対にひな祭りってカラフルなあられとひし形のお餅。あ、うん、お餅はなかったけど、うん、あられは買ってた。ね、9時15分じゃない、8時半です。絶対にひな祭りの時期の小学校の給食が育つ。あ、そうなの。なんかデザート美味しいのが出た。ひな祭りゼリーみたいなの出た。夜ご飯、何食べたいかな、マウ今。マウは今日はね、珍しく麺の気分じゃないので、今日は親子丼。ねえ、みんなめっちゃ9時15分って言ってんじゃん。8時半だから。親子買って帰るな。丼を買ってくれ。9時過ぎとか言われて。8時15分は早いんだよな、ちょっと。8時半。みんないじってきてんな。いじってんな、これ。おう、おうおう、いじってんな。9時15分とか見られる？ 9時15分までもやってるよ。9時15分もまだやってる。メイク配信する。明日ゆっくりメイク配信。そうだよね、お仕事の方もいるよね。もういじっとんな。はい、そんな感じだ。まあね、起きれてない。これ狼少年って言いますからね、こういうのね。8時半もイヤホンで聞くから気にしないで。そうよ、あのこれ狼少年、起きますからって言って起きれない、私が悪い、みんなは悪くない、私が悪いんです。私が、ね、私はこれから洗い物をちゃちゃっとやってで、ね、寝ると迅速に。結局何時なの？ 8 時半、朝8時半ね。よろしくね。朝8時半ですから。ほら、みんながほれほれ。キットさんこんばんは。タルチンさん流れ星ありがとうございます。もうテロップに書いちゃったんだから。早起きでしょ、明日予定あるから。気合い入れてメイクします。盛りたい顔を。顔盛ろうね。まつげも上げたしね、キュルキュルリンになったので、これで8時開始とかに言えるやつ。大丈夫、8時まで。そしてお出かけ、お出かけ。逆に謝る。今でも可愛いのにねとか言って、優しいね。そんなことないよ、こんなの人様に見せられませんとか言ってもすげえ後悔してるけど、実際に見せらんないですね。今こんなやって全力で光で飛ばしてるから、まだまあまだまだって感じだけど。
無理無理ガチで、ダメですダメです、こんなんもう実際見せらんないからね、みんな倒れちゃう、誰言うてやだやだ、アジアにはダマーマルームポチッとしよう、あ、ありがとうございます、親子丼作って報告しよう、あ、いいじゃないですか、そうのすっぴんマジ宝物宝物宝物なの、ありがとううん、まーちゃんの声で目覚めるためにルームに入り浸って、デスボイスでおはようっていうね出ないけど何私どうしたの何最悪の目覚めだよね急に見たなんか顔真っ赤だから少し、え、顔赤い？あったかいかも、なんかエアコンがついてるからつけたの私なんだけど勝手についたみたいな言い方しちゃった、うん、コンペ赤いんだよねエアコンついてると、あったかいんだねきっと、ポカポカしちゃってんだねこれ、そういうことや、え、ファンヒーターあるけどあったかいから消しちゃってる、消しちゃってるっていうか出してないすごいあたかも出してるみたいな感じになっちゃった、風ついたら怖いねほんと怖い、危ない、じゃあ寝よっかみんな、ねえ寝ようね、明日起きれますように、起きてください、私へ起きますように、じゃあみんな今日も一日どうもありがとう、明日の朝はメイク配信です、顔面を盛りたいです、みんなゆっくり休んでね、ありがとうね、おやすみ、また明日ね、ありがとうございました。